なんと大学からバスケットを始めたんですね、はい、高校生の頃は全くバスケットをしてなかったので、ボールハンドリーがちょっとオフェンスのリズムを変えてですね、セットオフェンスできっちり攻めた、非常に緩急がついていいオフェンスですね、ウォーリアーズ。もう12年目のベテランになります。スリー、あー決めています。の高いカンファレンスで得点もリバウンドも、まあ、シュートブロックも大活躍した選手なんですね、はい、スリーです。先ほどちょっと出ましたが、スミスとウィリスが今日は9の0、その他が14の9ですから、ちょっとスミスとウィリスが足を引っ張っているような形に使います。相手スリー、リバウンドは、あーナイスパスだ。スリーです。あー決まります。もう一回 BJ に戻してスリー、あっと BJ のポジションだったんですが、あーこれは決めて、あ先ほどのリバウンドからのファーストウェイですね、一人転んでますが、はい、スレンプが転んでますね、わざとですね、シアトルにゴールデンステート、あっとしてよ、ああ、スリーが決まる。ブレザーズが一時そのファイナルまで行った時のその選手なんですが、ちょっと決まりません。ナイスパス。パスになりました、はい、ただキャンプ、いいスローはペイトン、あの行ってしまうんじゃないかなんて噂もありますね。ダウンタウンって言うんですが、はい、なんか初代のスリーポイントチャンピオンというのはダウンタウンフレディという人だったらしいです、ね、あなるほどね、それから取ったという、これからもハンドシグナルの、時代はもう本当に騒がしくて、レフリーの笛さえ聞こえないことが、シュレンプ外に出して、これスリー、あーディシャーディフェンスですね、このあーっとダブルチームされてるんですが、間違った方向にちょっとパスアウトしてしまいました。はい、パーティー、あー、まあ、無理やりにあの中にこう突っ込んでいって、はい、サンパーキンスですね、はい、これは本当にタイミングのいいスリーポイントでした、はい、やはりベテランなのでこの全てのシュートが、これでもう試合は終わりました。